吉田さん、ついにこのビヨンドも終わりですか。億万長者合宿に湯河原で参加してもう何年になるでしょうね。その何年の間にも、いろんなドラマがありました。で、この億万長者合宿の動画ってのはそれこそ日記のようにね、ポン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 やり取りして、これだけのやり取りね、7000本ですか、7000本くらいあるんですけども、それでもね、人一人の人生、人二人の人生を全て、まあ、言い表すには全然足りないやり取りですね。まあ、つまり、人一人が生きるってことは、様々なものを見て、感じて、また振り返って、未来を仰ぎ見て、相当な、出来事があるわけなんですよ。ですんで、情報発信にネタがないっていうのは、自分の人生に気づいてないとも言えるし、自分が見聞きしたもの、感じたものを素通りしてるってことでもあるのかなと思うんですよ。で、様々なことをね、考えたり、なんだりしてる間に、まあ、吉田さんとこうやってやり取りさせてもらって、7000本、何年にもなるし、これは非常にいい関係だなと思う。他の動画のリレーをやってる人で、まあ1000本続く人はいないですね。500本も続かないです。300本も続かないです。だから非常に貴重な縁を得たなっていうところがあって、お互いに生き延びてるっていう証拠でもあると思いますし、これからもやっていこうぜっていうね、まあ、そんな確認でもあるのかなと。で、しかもそこまで気合い入れてるわけじゃないし、気合い入れてないし、金儲けのためにやってるわけでもないのに、ちゃんと続くことができるんですよね。稼ぐために継続しなくちゃいけない、ビジネスは継続だみたいなところありますけども、それでも続かない人がいる中で、ビジネスでも何でもないこの億万長者合宿のやり取りが続いてるっていうのは本当に貴重なことだなと思います。で、ちょっと話変わるかもしれませんけども、 FX の相場解説、私ね、もう続けて7年目なんですよ。しかも1日に何回も何回も FX の相場解説の動画をアップロードするんですよね。で、まあ、私の FX の相場解説をご覧になっている方でも、私の動画を見ている方いるんですけども、FX の動画ね。やっぱり見てるだけでは続かないし、見ながら作業する、トレードをしても続かないし、なんで続かないかっていうと、やっぱね、勝てないからモチベーション落ちてくるんですよね。だん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 。それはわかります。FX やってもよくわかんないしな、あまり勝ってないしな、だんだんやらなくなってくるんですよ。最初は意欲がすごく高くても。でもちょっと待ってもらいたいんですよ。私の動画を見て、だから感じてほしいんですよ。私がなんで続いてるか、なんでずっとやり続けてるか、一日何回も動画更新するのか。ね、さっきの回答と逆ですよ。わかんないから続かない。勝ってないから続かない。だとしたらですよ。続いてるってことは、わかっている。続いてるってことは、儲かっている。っていうふうな、反証でもあると思うんですよね。これほとんどのことに言えるんじゃないですかね。どんなことをやっていても、それによって投入する労力よりもプラスの方が多いから続くんですよね。で、会社だって利益が出てなければ続かないですよ。全てのこと、人間生活もそうだし、消耗するだけだったら結局続かないんですよね。だから続けようと思ったら結果プラスにしなくちゃいけないってところありますし、続いてるってことは結果プラスになってるんだろうなっていうことなんですよ。この億万長者合宿のやり取りなんですけども、非常に再生数が高い時もありました。数百回って時もありました。でもだん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 再生回数落ちていきます。やってる方よりも見てる方が追いつかなくなってくるんですよね。まあ見てる方がくたびれてくるんでしょうね。でも見るよりもやってる方の方がやっぱり労力はかかるわけですよ。でもやってる方が続いてるってことはどういうことか、その労力に結果見合ったことをやっているってことなんですよね。つまり儲かっているってこと、儲かるから続くんですよ。そして続けていればまたね、新しいヒントがその中に潜んでいる、新しいアクセスがそこにある。私の速稼塾の塾生さんもこの億万長者合宿のやり取りから塾生になったって方はもうたくさんいますんでね。そう考えていくと、必ずしも速稼塾のこの販売につなげていこうと思ってるわけではないんですけども、でも続いてる以上
そうなることもあるよねってことですよね。あとはね、真っ向塾のセールスの動画ですよ、シリーズですよっていうふうにやるかどうかなんですけども、今のところその必要ないんですよ。自然に緩やかに速稼塾の塾生さんが増えてるし、自然に緩やかに自分の発信を受け取ってくださる方は日々増えてるし、 YouTube ってのは結局気づいてもらうってことがすごく大事なんですけども、まあ発信を続けてなければ気づかれないですよね。まあだらだらとお話ししましたけども、今日も一日これでスタートしましょうか。じゃあとりあえず億万長者合宿ビヨンドは、新たなる思いを胸に切り替わるということでいいんじゃないでしょうか。じゃあよろしく。次の8000本1万本へ向けていってらっしゃい。